自分にやりたいこと、やりたい仕事があって人と相談したら反対されたっていうことない？例えば親にやりたい仕事を相談したら、お父さん、僕こういう仕事やりたい。君には無理だ、やめなさい、サラリーマンになりなさい。またはお前そんなことうまくいくわけないだろ、仕事っていうのはな、言われたことをやるしか、それしかないんだよ。それでみんな嫌だからお金もらってんだよ。これやりたいっていうことをやろうとすると必ずそれやめた方がいいよっていう人が出てくるんだよね。でもさ、他の人が言うことを聞いてやらなかったら、めちゃくちゃやりたいこと、それを仕事にするっていうのはできないんだよね。最初に大好きなことを仕事にするときは、やりたいことをやるっていう覚悟と決断パワーが必要になると思うんだ。変に聞こえるかもしれないけど、自分の心を信じないといけない、自分のビジョンを信じないといけない。で、そこで諦めちゃうと、やることを始める前に失敗しているわけよ。失敗を恐れているから始めないっていうことは、そもそもその状態で失敗しているわけよね。本当に自分の心が思うことをやってみたら、ものすごいことになるんだよ。心の中が思うことがリアルになっていくんだよね。これ現実になっていくんだよ。これものすごい楽しいので、みんなこれやっているんだから、あなたがやったらできないっていう仕組みになってないの。実はこれやればできるっていう仕組みになってると思うんだよ。人生は試合と違って、単純に勝つ負けるじゃなくて、勝ったら次のでっかいゴールに進む、負けたらなんでだろうって考えて諦めない、諦めたら失敗なんだよね。いろんな理由があってやりたいことをやらないっていうのは分かるんだけど、本当に幸せになるんだったら、自分が一番やりたいことをやらないと仕事では幸せにはなれないと思う。僕は本当に今までみたいに、もう子供の時から塾とか行ってめちゃくちゃ勉強して、でなんでこんなに勉強するのって言われたら、いや受験を受かっていい大学に入るため、じゃあそれで何なのって言ったら、いいサラリーマンになって永遠にサラリーマンができるようになるからっていう、その何て言うのかな、人生のモデル、成功モデルっていうのはめちゃくちゃ古いと思うのね。これからは嫌なことを仕事にするんじゃなくて、自分が好きなこと、大好きなことをやって勉強を続けて上手になって、それがビジネスになる時代、それが新しい平成の働き方だと思います。これからは働くのが楽しい時代。 Alright, adios amigos, じゃあね。平成ビジネススクール .com YouTube ではクリスの部屋を検索。